原作アニメファンは絶対に映画館で見るべし。そのうち配信される諸精神じゃダメなんですよ。 18×9 メートルのバレーコートくらいのスクリーンからしか伝わらない音、迫力、そして目まぐるしく移り変わる展開とキャラたちのドラマ。連載とアニメ4期が終わってだいぶ経っちゃったのでね、離れてしまった人もいると思いますが、絶対楽しめると思うのでぜひ